コースのエンディングでもやりましょう。おー、マジか。曲がゆっくりなるところのね、あそこがさ、ちょうどフェルアップしてるんですよ、画面が。それに音楽がゆっくりなるのかぶって、もう涙腺がね、後悔。みんなみんな、出たよ出たよ、これはね。おー、やったー、おーい。いいじゃない。さて、さすがにこれを一曲だけは忍びないから、なんかもう一曲やろうかな。お、いいですね。いいですね。本編が激しかったから、ちょっとしてるシーズかなと思って。うん。もう完全に俺ら含めてご褒美っすよね。ありがとう。ありがとう。じゃあ、いいエンディングシリーズ。ピアノってずるい楽器ね。本当に、なんかこういう時にしても、はい、
ドラクエ2な。さて、皆さん、何時ですかね。お開きの時間が21時15分かもしれない。そろそろ。よし。楽しい時間、あっという間。というだね。じゃあ、どうしようか。正直、仕込もうかなって思ってたのは、この2曲なんだけれども、私がとっさに弾ける曲って他に何があるだろうね。なんか皆さんにもう一曲ぐらいちょっとさらっとやろうかなとは思ったんだけど、元気な曲でもいいね。元気な曲でもいいんじゃない。みんな笑顔で帰ろう。俺あれ聞きたい。どれ。港の曲。港、誰かの嫁。ああ、そっちか。港の曲だけでわかるか。見つめてないかも、正義士のテーマかと思った。会場が全員静まり返ったね、今。いや、港のしたら、まあそう、来年とかね、来年3年の港があれば。元気になれる港の曲でガレッカを思いついた人、この場にいない説。そうっすか。俺はあれ結構、なんかいい感じ。じゃあ、なんていうか、今日の締め、これで良いか、よろしいか。俺、あの曲すげえ好きでさ。語りかけるガレカ。ごめん。あれ、この曲確かボスカブトマニパイセンじゃん。そう、カブトマニ。そうなのよ。ガレッカのカブトマニパイセンなのよ。だからな。ちゃんと小金を出せそうだね。はい、ピアノアレンジでございました。ありがとうございます。以上、神社のグランドピアノタイムでした。はい、ご視聴ありがとうございました。